Nah, Kak Riko sano hano ga masa so desu kiredomo. Hajime mashite sensei. Watashi Riko desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Riko san no video misete mo ii desu ka? Nah, Kak Riko sano hano ga. Kontone gomen ya sensei. Isinya rame jadi enggak bisa video. Ini oh. Ini ada di YouTube sekarang ini. Hai, so desu ne. Riko san no mo dete ii desu ka? Maya. Atau de mo ii desu. Hai. Ya, sasoku tema ni tsuite nani ni shimasu ka? Sensei, chotto kininaru koto ga arun desu keredomo, ma NEC no Seiken Shiri wo ma dou desho ka? Nanka watakushi wa sou desu ne. Mita koto nakute. Chotto dou no you na shiri wo ma chotto shite kudakitai to shozon desu keredomo. Ma Gali-san wa ikaga desho ka? Daijoubu desu. Watakushi no hasso. Hai. Stagai imasu. Chotto sagashite mite kureru no kana? Ma watashi mo sagashimasu kedo. So desu ka? Watashi wa web, sono web, web wa arimasu keredomo. So, sore demo ii desu ne. Ja, chatto de okurimasu. Hai. Sensei dozo. Mite kudasai. Hai. Mada todoite nai de ne. Zoom mo chatto desu. Zoom mo. Hai. Arimashita. Kore ka. これだね。はい。じゃあ、画面共有しますね。お願いします。はい。あ、見えてますね。はい。これですか。いや、はい。ジェミオペテ、フォルニ。これですね。はい、そうです。2012年と2000年、はい。じゃあ、下にリンクがついてます。これだね。あ、違います。下、はい、そうです。その。これですね。はい、全部あります。全部あります。下にもたくさんあります。ああ、はいはい。じゃあ、何にしますか？まあ、NHにしようか。まあ、ちょっと気になることがあるんですけどね。まあ、はい、まあ、受験しなくても、どれですか？どのような。この4つの科目の中にどれにしますか？文字酔いとか文法、読解は。難しいですね。まあ、まずは、文字でいいです。文法で大丈夫ですか？文法。これ、グラマル
日本語です。あと、chokai。え、きまな、インドラさん、どうぞ、決めてください。私は従いますから、大丈夫です。まあ、どうでもいいんですけれども、まあ、chokai からしようか。はい、どうぞ。chokai、OK。そうですね。まあ、chokai の場合は、一緒に聞いて、で、なんか、不明な点がございましたら、まあ、改めて再生できますね。そうですね。皆さんと一緒に。そうですね。これは、あ、これは、テキストですね。はい。どう？あの、スクリプトは下にあります。スクリプト、あ、今のは。原本ですね。紹介スクリプト。食事応答。課題理解。問題。ポイント。あの、その他です。その下です。下。はい。すみません、先生。あの、JLPTN1 と JPLTN5。すみませんで。JLPT。はい。N1。1が。そう。私、JLPTN5。Go。はいはい。わかりました。じゃあ、Indra さん、Gali さん。はい。優しいニュースしますか？大丈夫です。アリコさん。はい。はい、先生。アリコさんは、来週の、6月5日かな ?5 日や。はい、いや、はい。その、どのクラスに参加するんですか？ちょっと待ってね。Tanggal 5 Juni itu kan ada kelas pertama untuk LPTN 5. Hai. Ikut di situ enggak, Mas? Hai. Nih. Oh, sumimasen sensei. Kayak aku belum membaca terus dengan detail lah. Tapi enggak apa-apa lah, aku mempelajari JLPTN 1 biar agak ngerti aja. Oke. Enggak apa-apa ya. Nanti, iya, enggak apa. Nanti khusus N5 dan N4-nya itu kita mulai tanggal 5 ya. Oh, hai. Wakarimasu, sensei. Arigato gozaimasu. Iya. Sorikara futari me atarashi gakusei to ika. ST P-san. Hai. P-san. Konbanwa. Jibun no shoukai wa shite itadakitai to omoimasu. Jiko shoukai desu ne. Hai. ST to moshimasu. Jitsuwa kono kurasu ga zenkai toku shita koto ga arimashita けれども、なんかなかなか時間が合わなくて参加できなかったんで、はい、今はやっと参加できるようになりました。はい。今通訳者として働いています。ああ、はい。ST さんは何級取りましたでしょうか。2級は取りま、だいぶ前。取りましたんです。取りました。あ、すごいね。でも N1 は3回を受けたんですけど落ちたんです。ああ、はい。来月っていうか、今回のは申し込みは合わな間に合わなかったから、来月は参加できます、ね。あ、はい、わかりました。じゃあ。わかりました。ありがとうございます。じゃあね、エリコさんは N1 勉強してもいいと言いましたので、この N1 の画面に戻りますね。
教えてください。どれを押せばいいんですか？懲戒スクリップじゃなくて、懲戒スクリップじゃなくて、これですよね。そうだと思っております。これだね。問題、はい、問題3。じゃあ、早速聞いてみますね。はい。あ、ちょっと待ってください。じゃあ、あ、ちょっと待ってね。できんな、これは。Ini nggak bisa tampil bersamaan nih, kan kita harus kono nandes kak. Ah, dikirun dah. Gomen. Dikirun dah nak. Koryo. Mesti. Cukup mati nih. Ah, koryo kah? Koryo minangara. Itu. Nandes kak. この、教会というか会話を聞くんですよね。これを見ながら、はい、わかりました。じゃあ開始しますね。日本語能力試験懲戒 N1。 これから N1 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。で、女の人が新しい製品の企画書について男の人と話しています。女の人はこの後何をしなければなりませんか？課長、明日の会議の企画書、見ていただけたでしょうか？うん。わかりやすく出来上がってるね。ありがとうございます。ただ、実は製品の説明がちょっと弱いかなって気になってるんですが。そうだね。でもまあ、この部分はいいかな。で、この11ページのグラフ。これ、ずいぶん前のだね。あ、すみません。じゃあ、そのグラフは変えて、あ、それから、会議室のパソコンやマイクの準備はできてる？あ、そちらは大丈夫です。女の人はこの後、何をしなければなりませんか？最も良いものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。OK。OK ですか？はい。はい。問題ないです。OK。じゃあ、問題1に進みます。はい。では、始めます。1番。洋服の店で店長と女の店員が話しています。女の店員はまず何をしますか？森さん、僕これからちょっと出かけないといけないんだ。その間店の方よろしくね。はい。今お客さん少ないから接客の方は斉藤さんに任せて、森さんは売れた分商品を倉庫から持ってきて売り場に並べて。わかりました。あ、その前に桜店に送ることになっている商品をいつものように送っといてくれる？はい、それならさっきしておきました。ああ、ありがとう。あと手が空いたらダイレクトメールの発送の準備もよろしくね。はい、今度のバーゲンのですね。あ、それで思い出しました。
バーゲンの時に店で使う飾りはまだ作らなくていいですか？うん、それも急いで進めないとまずいんだ。僕が戻ってきてから指示するからすぐ取り掛かろう。じゃあ行ってくるよ。わかりました。女の店員はまず何をしますか？はい、何番ですか？3番。はい、他の人は？自信がないです。1番だと思ってますけども。あ、インドラさん、1番ですね。はい。ガレさんは？いしますけれども。はい、じゃあ、2番にします。2番にします。はい。私も1番だね。じゃあ、どのように進みますか？まず、すべてを聞いて、それとも1問ずつ。解説しますか？一問ずつにした方がいいんですね。そうですね。一問のあたり、はい。解説していただいた方がいいと思ってます。Okay. Yeah. はい。じゃあ、はい。じゃあね、解説する前にもう一度聞いてみますね。はい。ました。あ、その前に桜店にお星の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。変えて、あ、それから会議室のパソコンやマイクの準備はできてる？あ、そちらは大丈夫です。女の人はこのあと何をしなければなりませんか？最も良いものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。1番。洋服の店で店長と女の店員が話しています。女の店員はまず何をしますか？森さん、僕これからちょっと出かけないといけないんだ。その間店の方よろしくね。はい。今お客さん少ないから接客の方は斉藤さんに任せて、森さんは売れた分商品を倉庫から持ってきて売り場に並べて。わかりました。あ、その前に桜店に送ることになっている商品をいつものように送っといてくれる？はい、それならさっきしておきました。ああ、ありがとう。あと手が空いたらダイレクトメールの発送の準備もよろしくね。はい、今度のバーゲンのですね。あ、それで思い出しました。バーゲンの時に店で使う飾りはまだ作らなくていいですか？うん、それも急いで進めないとまずいんだ。僕が戻ってきてから指示するからすぐ取り掛かろう。じゃあ行ってくるよ。わかりました。はい、変わりましたでしょうか？はい、1番。1番、はい。インドラさん、ガリさん。はい、1番です。1番、じゃあその理由を教えてください。エスティさん。最初の指示がその商品を並べるように、はい、してくださいって言われてまして、でさっき私多分聞き逃したんで、でもうもう商品がもうな並べておいたと思ったんです。でもさっき聞き直してから、あ、やっぱり1だなって思いました。はい、3番はもし手がいたらそのダイレクトメール発送を準備すると。はい、
Sakura 店に商品を送る。2番はなんで回答じゃなかったんですか？もうすでに、送りました。あ、はい。じゃあ4番は？あ、4番は、その店長が戻ってきてからやろうというふうになりました。はい。はい、素晴らしい。Indra さんとガリさんはどうでしたか？賛成です。その通りでございます。じゃあ次進みますね。2番。女の店員はまず何をしますか？2番。大学の就職支援センターで男の学生と職員が話しています。男の学生はこの後まず何をしますか？すみません。インターンシップに参加したいんですけど。そうですか。インターンシップのイメージをつかんでもらうために申し込む前に先輩たちの体験談のビデオを見ることをお勧めしているんですけど。はい、それは一通り。それで川本貿易という会社に申し込みたいんですが。はい。指導教員の推薦状とかって必要なんですか？はい、実際の業務をするんで保険にも加入する必要があります。そうですか。あとグローバル経営という科目はもう取りましたか？この科目の成績が良くないと申し込めないんですよ。成績が優か良であることが申し込みの条件になってます。ああ、その科目、去年単位は取得していて、確か寮だったと思うんですが、どうだったかな。うちに帰ればわかるんですけど。じゃあ、それを確かめることからですね。申し込みの締め切り自体はまだ先なんで、書類や具体的な手続きといったことはそれからで。はい、ありがとうございました。男の学生は、この後まず、何をしますか？はい。4番です。ST さんは、はい、はい。4番です。はい。それだと思ってます。インドラさんも4番。はい。ガリさん。ああ、ST。Kira is coffee. Ah, GC maintenance kere do mo. Hai. Ah. Ya, mau ichi do. Mimimasu. Sambang desu ka? Sambang. Sambang. Oh. Hai. Tabu. Ja, itte kuru yo. Wakarimashita.女の店員はまず何をしますか？2番。大学の就職支援センターで男の学生と職員が話しています。男の学生はこの後まず何をしますか？すみません。インターンシップに参加したいんですけど。そうですか。インターンシップのイメージをつかんでもらうために、申し込む前に先輩たちの体験談のビデオを見ることをお勧めしているんですけど。はい、それは一通り。それで川本貿易という会社に申し込みたいんですが。はい。指導教員の推薦状とかって必要なんですか？はい、実際の業務をするんで保険にも加入する必要があります。そうですか。あとグローバル経営という科目はもう取りましたか？この科目の成績が良くないと申し込めないんですよ。成績が優か良であることが申し込みの条件になってます。ああ、その科目、去年単位は取得していて
確か寮だったと思うんですが、どうだったかな。うちに帰ればわかるんですけど。じゃあそれを確かめることからですね。申し込みの締め切り自体はまだ先なんで、書類や具体的な手続きといったことはそれからで。はい、ありがとうございました。はい、インドラさん説明してください。まあ男の大学生はまあグローバル系科目去年に取りまして、まあ成績まあちょっと思い出すことができなくて、なのでまあ家に帰って、でその科目の結果をまあ見て、でその後に就職支援センターの人に知らせしますね。1,2,3 について教えてください。1の選択肢は男の大学生は、まあ、ビデオを見まして、で2番目のと3番目の選択肢は、まあその科目の結果を知らせした後に、でその先生からの推薦状や保険の加入が、まあ、いるようになりますね。はい、まあ、はい、じゃあねえ、じゃあテキスト見ますか。スクリーン、お願いします。見てみますね。はい、スクリプト、あ、スクリプト長いな。スクリプト長いな。あ、これか。あ、じゃあスクリプトを見ながら1番はすべて全員正しいだったので、2からにしますね。2からにして、もう一度聞きましょう。答えはこのように書きます。では、始めます。何をしますか？話しています。女の人はこの後、まず何をしなければ？林さん、企画書を確認したよ。明日、大山商事の中田部長との打ち合わせで使うやつ、直してほしいところ。これで良さそうだね。インターンシップに参加したいんですけど。そうですか。言いました。あ、その前に桜店に送ることになっている商品をいつものように送っといてくれる？はい。それならさっきしておきました。ああ、ありがとう。あと手が空いたらダイレクトメールの発送の準備もよろしくね。はい、今度のバーゲンのですね。あ、それで思い出しました。バーゲンの時に店で使う飾りはまだ作らなくていいですか？うん、それも急いで進めないとまずいんだ。僕が戻ってきてから指示するからすぐ取り掛かろう。じゃあ行ってくるよ。わかりました。女の店員はまず何をしますか？2番。大学の就職支援センターで男の学生と職員が話しています。男の学生はこの後まず何をしますか？すみません、インターンシップに参加したいんですけど。そうですか。インターンシップのイメージをつかんでもらうために申し込む前に先輩たちの体験談のビデオを見ることをお勧めしているんですけど。はい、それは一通り。それで川本貿易という会社に申し込みたいんですが。はい。あの、
指導教員の推薦状とかって必要なんですか？はい、実際の業務をするんで保険にも加入する必要があります。そうですか。あとグローバル経営という科目はもう取りましたか？この科目の成績が良くないと申し込めないんですよ。成績が優か良であることが申し込みの条件になってます。ああ、その科目去年単位は取得していて確か良だったと思うんですが、どうだったかな。うちに帰ればわかるんですけど。じゃあそれを確かめることからですね。申し込みの締め切り自体はまだ先なんで、書類や具体的な手続きといったことはそれからで。はい、ありがとうございました。Oke, ada yang belum dipahami kalimatnya? Koko ni seseki ga yu ka ryo de aru koto ga moshikomi no joken. Kono yu to ryo wa Indonesia no daigaku de yu to nani ni narimasu ka? Yu ka ryo. A no to B desu ka ne? Hoka no hito wa? Galisang matawa estisang. Yu itu iya Rio itu B ya. Yu itu A ya, benar-benar. Oke, tadashii desu ne. Hai. Oke, mondai nai desu ka? Ja kaito wa 4 番でいいですね。はい。ステーカモクの成績を確認する。3番。男の学生はこの後まず何をしますか？3番。旅行会社で女の人と課長が見積書について話しています。女の人はこの後、まず何をしなければなりませんか？課長、海山産業の社員旅行の見積を作成したので、ちょっとお目を通していただけないでしょうか？いいよ。見積の合計金額は、まあ妥当な線かな。これで良さそうだね。でも金額の提示が大雑把っていうか、情報不足というか、分かりにくいね。とおっしゃいますと？何にいくらかかるかというところをもう少し細かく書かないと、先方も検討のしようがないんじゃない？はい。それから、バスは2台ってなってるけど、確保できてる？見積もりを出す以上は、当日移動手段がなかったなんてわけにはいかないからね。バス会社の方からは可能との報告を受けております。そう。仮予約取れてるなら安心だね。あ、見積もりの有効期限抜けてるよ。あ、すみません。最終的に部長の決裁をいただいてからと思っていましたが。そうか。じゃあ、差し当たり、さっきの点だけ直しといて。おお、はい。女の人は、この後まず何をしなければなりませんか？2番。ST さんは2番。はい。インドラさん、ガリさん。それだと思ってます。2番。インドラさんも2番。ガリさんは？はい。わかりません。はい。はい。じゃあね、じゃあ、会話を聞きながら、スクリプトを読みます、見ますね。私も2番だと思います。3番、これだね。
3番旅行会社で女の人と課長が見積書について話しています。女の人はこの後まず何をしなければなりませんか。課長、海山産業。Jadi, ichi から3番までは、この人はこの後まず、ya. Jadi yang pertama dilakukan apa gitu ya? Yang ini polanya seperti ini kayaknya. Okay.この社員旅行の見積もりを作成したので、ちょっと目を通していただけないでしょうか。いいよ。見積もりの合計金額は、まあ、妥当な線かな。これで良さそうだね。でも金額の提示が大雑把っていうか、情報不足というか、分かりにくいね。とおっしゃいますと？何にいくらかかるかというところをもう少し細かく書かないと、先方も検討のしようがないんじゃない？はい。それから、バスは2台ってなってるけど、確保できてる？見積もりを出す以上は、当日移動手段がなかったなんてわけにはいかないからね。バス会社の方からは可能との報告を受けております。そう、仮予約取れてるなら安心だね。あ、見積もりの有効期限抜けてるよ。あ、すみません。最終的に部長の決裁をいただいてからと思っていましたが。そうか。じゃあ、差し当たり、さっきの点だけ直しといて。はい。Jadi, じゃあね、Esti さん、説明してください。説明してくれませんか？何の説明ですか？なんで、4番を選びましたでしょうか？4番？あ、4番でしたっけ？私2番です。あ、2番、2番、ごめんなさい。2番ですね。なんで2番選びましたですか？課長は、その、見積もりがまだ、細かく書いてないんです。から、分かりにくいと言いましたから、それ直してくださいと最後の、なんか、会話にありましたね。OK。はい。ガレさんは分からないところは、どことどこですか？さっきスクリプトに読んだら結構わからない単語はあります。ああ、そういうことですね。じゃあね、翻訳しますね。課長、これは何？海山産業の社員旅行の見積もりを作成したので、ちょっと目を通していただけないでしょうか。Jadi manajer ya, Pak manajer gitu. Jadi saya sudah buat quotation untuk tournya karyawan dari ini PT ini ya, dari PT Umiyama Sangyo. Boleh minta tolong dicek nggak gitu? Iyo, boleh. Mitsumori no goke kingaku, jadi total biaya apa quotationnya masuk akal ya, ma dato nasen kana, jadi masuk akal gitu. Korede yosaso dane, ini sepertinya oke gitu. Demo tapi kingaku no teji ga ojapat teyuka. Jadi tapi apa namanya? Tulisan ya, atau informasi dari biayanya itu masih kurang detail ya, masih kasar gitu. Joho busoku toyuka, jadi kurang informasi. Wakari nikui ne, kurang sulit dipahamin gitu ya. To osaimasu to
maksudnya apa gitu kan. Nah, ini ikura kakaru ka iu tokoro o mou sukoshi komakaku kakanai to, jadi di bagian apa berapa butuhnya ya. Itu mou sukoshi komakaku kaku koto desu ne. So shinai to senpo mo kento no shiyou ga nai janai. Jadi kalau enggak seperti itu, senpo, senpo itu maksudnya orang yang berikutnya ya. Jadi yang cewek itu kan saki no shain wa kono mitsumori sho o tsukurimashita. Sono ato kakunin sono mitsumori sho o kakunin suru hito no tame no kento desu ne. Jubung na joho ga hitsuyou de kento suru tame no jubung na joho ga hitsuyou to. Hai, oke. Sekarang selain itu, baswa nidai te natteru kedo kakuho dekiteru. Jadi base-nya ada dua nih. Tertulis ada dua. Apakah sudah dipesan ya? Kakuho dekiteru. Mitsumoriyo dasu ijo wa. Jadi kalau kita menerbitkan quotation, tojitsu ido shudan ga nakatta nante wake ni wa ikanai kara ne. Jadi kalau kita menerbitkan quotation dan sampai pada hari hanya aktualnya enggak ada bisnya gitu. Jadi ido shudan ya. Jadi cara pergilah gitu. Maksud di sini kan bisnya gitu enggak ada. Sekarang onanoko wa bas kaisha no hou kara wa kanoto no hokoku wa ukete orimasu. Jadi dari perusahaan bisnya itu udah melaporkan bahwa bisa dua bis ya, bisa dapat dua bis. So, kari yoyaku toreteru nara ansin dane. Jadi kalau pemesanan sementara ya sudah bisa, berarti ansin kan gitu. Mitsumori no yuko kigen nuketeru yo. Ini kelupaan nih gitu ya. Tanggal kadaluarsa lah gitu ya, tanggal efektif ya, tanggal efektifnya mitsumori quotationnya itu tertulis. Ah, sumimasen, saisyu tekini bucho no kessai yo itadaite kara omote imashita ga. Jadi saya pikir nanti setelah dapat persetujuan dari bucho ya, dari GM atau direkturnya, baru saya tulis yuko kigennya kan gitu. Asoka, oh iya ya. Ja, sasi atari saki no ten dake naoshitoite, gitu ya. Jadi sasi atari itu untuk saat ini ya, untuk sementara ini saki no ten dake. Jadi poin yang tadi aja yang tolong naoshitoite, tolong diperbaikin ya, naoshite oite gitu ya. Seperti itu. Do desu taka? Ada mujukashi tokoro wa arimashita ka? Arimashita ka? Tashika ni ikutsuka no tango ga wakaranai, imi ga wakaranai tango がありましたが、なんとなくなんかその大雑把とかでも後ろに情報不足という言葉があって、あ、多分そういう意味かなとなんか予測しまして、で、あとこのスクリプト読んで新しい言葉も勉強することになりましたね。
差し当たりも私あの今まで分からなかったんです。聞いたことないんです。ああはい。そうです。そうですね。ちょっとあのわからない単語があると混乱させてしまうんですね。jadi bingung kita ya. Hai. Pikirin eh jadi apa itu kan? Jadi konsentrasi buyar. Oke, Kana. Ma, atau deh ta fukushi wo shite kudasai. Ya bang ni susunde ii desu ka? Hai. それとも別のテーマ、お任せしますよ。どっかへどっかへ。どう？そうですね。どっかへとその文法が私一番弱いんです。ああ、私も文法が弱いな。ちょっと見てみますか。じゃあ教会は。うん今日はここまでにして読解を見てみましょうね。わかりました。まあ文法は、練習すれば練習すればするほどできると思います。文法と文字語彙ですね。まああの読解と聴解と比べると。比較的、時間さえあれば勉強すれば、もっともっとできると思います。じゃあ読解だね。うわ長いなこれ。じゃあこれは練習かな。何問題？お結構な。あ、面白いよ。これは面白いよ。じゃあね、この問題8からやりましょう。問題8からやりますね。OK。じゃあ、ヘスティさん、ヘスティじゃなくて、ごめんなさい。ヘスティさんですね。あ、ヘスティさん。はい。じゃあ、ヘスティさん、ここ、この、何ですか、グレーにした部分を読んでいただけませんか？あ、はい、わかりました。はい。あ、先生、すみません。その、さまでがん、リバチャニギマネ、先生。生徒、ま、イコールかな？イコールあはいわかりました。じゃあ読みます。教師イコール話す人、生徒イコール聞く人という構造が知らず知らずのうちに教室空間に出来上がり、そして固定化してしまうのは恐ろしいことではないかと思う。教師が先取りかな。先取りしてしまうことで、生徒が自分自身で考え解決しようとする、片お感じアペン。これはねかな。あ、解決しようとするねを摘み取ってしまう場合がある。あ、ちょっと待ってください。ね。これか。はい。はい。じゃあ、まず、学字読んでくださいね。頭の中で。何分ぐらいかな。3分ぐらいですね。自分で見てください。
はい。OK や。次は質問に。はい。できましたか？はい、回答は？うん、3番。3番。おお。インドラさんとガリさんは？1番かな。1番。はい。まあ3番と似てるんですけれども。はい。はい。じゃあ、その理由を教えてください。まず、インドラさんから。理由は、インドラさんでも、はい。はい。先生側の方は、まあ、まず先に話す必要がないと書いてあると思っておりますけどね。今日じゃあこの文章を教えてください。エニシャ語で。文章の翻訳。Pengajar sama dengan orang yang berbicara, murid sama dengan orang yang mendengarkan. Konstruksi seperti ini itu sudah terjadi di ruangan kelas. Dan ini sudah fix. Dikhawatirkan ini sudah fix terjadi, sudah tetap terjadi seperti ini. Hai. Kono bubung wa. Dan pengajar yang melakukan langkah lebih awal sebenarnya murid pun juga diharapkan untuk bisa memikirkan dan memecahkan dalam kasus-kasus tertentu. Soda atau motemas. Oke, saya coba perbaikin dikit ya. Yang tadi, yang sampai sini ya sudah lumayan lah ya. Sudah sesuai lah ya. Saya perbaikin dikit tanpa kita sadari kan gitu ya. Sirazu no uchi ni. Jadi pola pikir
mind ya, mindset seperti ini itu sudah terbentuk di ruangan kelas tanpa kita sadari. Dan ini menjadi fix kan gitu. Apa enggak ngeri kan gitu ya. Osoroshi koto dewa nai kato omoimasu. Nah yang ini, kyoshi ga sakidori shite shimau koto de. Jadi ini sepertinya karena guru ya, itu bicara duluan gitu ya. Jadi sakidori suru ini ya kemungkinan karena ini Hanasuhito ya. Jadi gurunya ngomong duluan gitu. Sehingga ada kemungkinan si mau ba'ainga aru kan gitu. Sehingga ada kemungkinan hal tersebut. Nah ini cara saya ngajar nih jadinya. Ya nih. Estisang, kono bubu ngo osiete kudasai. Asore tomo sono mai ni Indra san wa nao estimimasen ka? Hai. Ja, Esti-san. Me o tsumitoru te douyu imi desu ka? Jadi ini semacam memetik apa? Memetik bibit gitu, memetik tunas, tunas yang mau tumbuh dipotel gitu loh, dicabut gitu. Oh, ano, tabung. Kalau sensei yang terus ngelit apa sih bahasa Indonesia? Terus memimpin atau yang memimpin pembicaraannya, mengakibatkan saya takut cipung cicitik enggak sih. Jadi muridnya tidak bisa gimana ya? Bahasa Indonesianya. Ya, intinya aja nggak apa-apa. Jadi muridnya jadinya tidak, yang tadinya mau memecahkan permasalahan tersebut jadi nggak jadi karena senseinya terus yang kayak seperti mendominasi pembicaraannya. Oke, ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau atau mau coba ini lebih presisinya? Lebih presisinya terjemahannya ini oke. Ini kita terbatas waktu juga, ini saya yang jelasin ya, nggak apa-apa ya. Oh, nah ini sih mas. Satu soalnya berapa menit ya? Iya, oke. Ini jadi karena guru ya, guru itu sakidori shite shimau, jadi ngambil duluan kan gitu dia. Ngambil bicara duluan kan gitu ya. Karena dia bicara duluan, nani-nani, suru bainga aru, nani-nani aru bainga aru. Jadi ada kemungkinan menyebabkan tunas ya, tunas di mana siswanya itu harusnya bisa berpikir sendiri ya, jibung gisindek kanggaite, dan bisa menyelesaikannya sendiri ya, tunas itu dicabut gitu. Neo cemitote, cemitoru itu di kayak kita nyabut daun gitu lah.
cemitoru. Jadi yang harusnya bagus seperti ini itu kecabut gitu. Karena kyoshiga sakidori shite shimau kara. Oke. Oke, berikutnya ini ya. Ini saya jelasin aja. Itsumo hanashi tsuzukeru no ga communication. Communication denai. Jadi kalau bicara terus aja itu bukan komunikasi namanya. Kyoshiga wa ga jinmoku shi matsu toyu koi mo toki ni wa taisetsu de aro. Jadi di pihak guru pun ya kadang-kadang ya toki ni wa kadang-kadang perlu diam dan menunggu kan gitu. Jinmoku diam ya, menunggu ya. Jadi koi itu kegiatan aktivitas lah gitu ya. Jadi diam dan menunggu itu mungkin perlu ya. Taisetsu de aru. Mou sukoshi hanashitai. To omou tokoro de ippo hite miru koto de. Ippo hite miru itu hanasu no yamete miru. Aite ga iyou to suru koto hikidasu koto ga dekiru no de aru. Ja, kore wa inisha go de onyaku suru to nani narimasu ka? Galesan matawa indrasan. Intinya aja bolehlah. Ano daijina ma imi desu ne. Omakana imi demo ii desu. Enggak tuntas, Sensei. Oh iya. Ngerti tapi ada yang enggak paham, jadi enggak bisa jelasin. Oke, saya bantu ya. Ini kalau jam apa waktunya berlebih ya, jika enggak jubung areba maminasan ni makasite shimau desu kedo. Mou sukoshi hanashitai to omou tokoro de ippo hite miru koto de. Jadi kalau gurunya itu pengen gua pengen ngomong dikit lagi nih. Pada saat gurunya berpikir seperti itu ya. Mou sukoshi hanashitai to sensei wa omou tokoro de, pada saat yang ini sensei yang berpikir seperti ini. Baik. Saya pengen ngomong dikit lagi, tapi pada saat itu coba dihentikan kan gitu. Hanasu no yamete miru, coba dihentikan dengan cara seperti itu ya. Maka aite ga iyo to suru koto hikidasu koto ga dekiru no de aru. Jadi aite itu berarti gakse-nya ya, seto-nya ya. Sehingga seto-nya sehingga hal itu bisa memancing IT itu untuk bicara gitu. Seperti hikidasu itu memancing mungkin. Yang mana? Hikidasu. Oh itu hikidasu koto ga dekiru, bisa memancing gitu. Hikidasi desu ne, laci ya. Jadi menarik keluar kan gitu. Kalau kita terjemahin mungkin memancing atau semacam itulah ya. Nah, konteks ini ya, Sensei. Nah, konteksnya benar. Hikidasi di sini. Ja, kaito wa kyoshi to seto ga jiyu ni hassin si au koto mo hichiyo da.
Nah, ini agak-agak mirip ya dengan di atas. Jadi guru dan murid itu perlu untuk bebas saling memberikan, saling bicara ya, saling memberikan pendapat gitu ya. Kyoshiwa seto no kangae o sojo suru beki da. Jadi guru harus sojo apa? Membayangkan. Membayangkan ya. Membayangkan pola pikir. Pikiran siswa gitu. Kyoshi wa seto no hassi no masu koto mo hichiyo da. Jadi ini apa ini? Guru perlu menunggu. Perlu juga untuk menunggu hatsugeng dari setonya. Oke, okay, ya. Hatsugeng dari setonya. Hatsugeng ya. Hatsugeng itu bahasa Indonesia. Bicara ya. Bicara. Bicaranya lah gitu ya. Kyoshi wa seto ni jinmoku no jikan o atai naiyo ni subeki da. Nah ini enggak ya. Jadi guru seharusnya tidak memberikan waktu diam ya. Oh, kepada ya. Siswa. Jadi ya, oke, okay. Berbeda dengan yang di, yang ditulis ya. Sambang. De sekara kaito wa sambang de ito moimasu. Hai. じゃ他のところ見てください。じゃあ文法どうなってるのかな。おお、文法こうなってるのか。まあこれも練習だね。じゃあ、26番、Estiさん。はい。朝の満員電車、車内の混雑を、私の目の前に座っている学生風の男は、平然とノートパソコンを広げて作業に、なんとかどうしていた。はい。itu apa bacanya sensei yang terakhir kanji? Boto. Oh boto, boto stick. Boto. Kayak bengong. Masih gitu ya kayaknya. Sucu, suru gitu sih sensei. Sucu, sucu dan eh. Konsentrasi dan eh. Oh. Boto, coba ya kita cari ya. Immerse yourself. Be absorbed. Muga mucu. Boto, bahasa Indonesia kah? Benamkan diri Anda. Tenggelam dalam kalau ini kan kepala ini kan terbenam kan tenggelam ya sih matahari tenggelam matahari terbenam gitu ya jadi oke okay. Ya kaito wa nan desu ka nan deru shanai konsatsu Motoni? Oh. Gak tahu. Ma, kore wa chigau desu ne, fukumete. Hai. Kore mo chigau desu ne, nozoite. Nozoite. Apa-apa termasuk apa-apa kan gitu. Kecuali apa-apa kan gitu. Nani-nani wa nozoite. Nani-nani wa fukumete. Iya. Nani-nani wa motoni. Motoni dan berdasarkan apa kan gitu motoni oh gitu yosoni yosoni itu yosoni itu yang lainnya bukan ya macam tidak menghiraukan gitu deh coba ya
mengesampingkan. Cuman bahasa Indonesia yang nggak bagus ini terjemahannya. Jadi Yosuni. Jadi artinya apa? Crowded kereta yang sesak di pagi hari. Kayak terlepas dari penuhnya di dalam kereta, di depan saya duduk seorang laki-laki yang sepertinya pelajar. Heizen tuh apa? Heizen itu apa ya? Apa ya? Dengan santainya apa dengan kayak ya kayak tenang gitu kali ya. Ya dengan tenang membuka PC-nya dan tenggelam dalam pekerjaannya. Oh. Coba Heizen ya. Heizen itu datar gitu ya, datar ya. Santai gitu mungkin ya. Ini dare ga kono shanai no konjatsu wo mushi shiteru desu ka? Gakusei. Gakusei desu ne. Kono otoko desu ne. Iya. Jadi cowok yang seperti pelajar yang duduk di depan saya dengan mengesampingkan kepadatan di dalam densya kan gitu. Ya ini kan gitu. Kerja kan gitu ya. Oke, kayaknya kono bumpo desu ne. Bumpo mojigoi wa hong ni noteru renshu mondai. Yareba yaru hodo dekiru tomoimasu yo ne. Sekarang kono yosoni toka desu ne. Nojoite toka fukumete toka moto ni no bunshyo no re noteru hon areba jubung da tomoimasu. Jadi kita tinggal beli buku-buku yang ada contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata-kata khusus ini ya. Udah biasanya 100% bisa jawab kita. Minasan motte imasu ka? Sono yona hon. Motte inai desu ga. Watakushi nara yoso ni no kawari ni nimo kakawarazu sukaimasu kana. Demo yappari N1 no mondai desu node chotto tokushu na mondai mo dete iru desu yo ne. Hai. Pak, saran saya sih watashi no iken wa Nihongo no hon katta hoga ii desu ne. Sensei, osusume no hon toka arimasu ka? Susume no hon wa chotto ima nai desu kedo, watashi wa Amazon, watashi wa kau nara Amazon de kau tomoimasu kedo. Demo ima kau nara jikan kakaru desu ne. 1 kagetsu mo kakarimasu node. なんか私もその N1 の本買おうとしますけど、どの本がいいかわからないんで、ちょうど日本に住んでいる友達が毎月そのジャスティップのあれサービスをやってますんで、はい、彼女から買おうと思います。でもどの本がまだ迷ってます。Itu sih coba kita lihat Amazon ya.
どの本にするかについて、Amazon に載っている本はいい本ばかりだと思いますね。JLPT yang satu. JLPT di uji bumpo buka di sini. Enggak keluar buku ya. JLPT-nya mungkin saja itu di ini kan. NIC kan ah, JLPT satu. NIC. NIC dan ya. Kore-kore. Kono sambang mo, watashi mo te masu. どれ ?3番? はい、今させてるの。ああ。これは持ってますけど、本で何か、きれいに飾っています。見たことないんです。私ならですね、その、すべてのページを見るんですよ。すべてのページ見るし、すべての文章を読むんですよね。仕方ない。それはそれしかないですね、方法が。これもいい本だね。N1 6回必修パターン。いい本ばかりですよ。でもちょっと高めなんですね。本は安いけれども、何ですか。送信料が高いんですよね。そうです。送信料とそれから税関の費用が高いんですよね。税関。税関は本の価格より高いですか？いや、例えば私は2ジュタルピアの本を買うときに、税関は80万ルピアとかですね。ですから 50% 近くかな。まあ実はですね、実は本を輸入するときに税がかからないんですよ。本の場合ですね。jadi pelajaran itu nggak kena pajak harusnya. Nasika Amazon wa soreo musiste税関のための費用追加するんですよね。はい。その Amazon の言い訳は、税関と会話する、責任者というか、担当者ですね。担当者に、やってもらうためのお金ですので。Jadi dia bayar Amazon, bayar ke petugas, ke DHL gitu ya. Tapi kalau buku harusnya nggak kena pajak. Gitu. Tapi kalau pakai just tip mungkin nggak tinggi ya harganya. Iya, paling ongkos just tip-nya jadi kena sekitar 100 atau 200 ribu yang menurut saya ya udahlah ya gitu, daripada lewat Amazon udah sosin rionya mahal. Just tip to ino pa ito kocira ni kuru hito nga ina ito dekinain desu ne ima kano juga ito chokusetsu DHL ni okurun desu. Sore nara yasui to omoimasu yo.直接ですから。はい。はい。はい、わかりました。じゃあ、ちょっと時間が来ましたので、
まあ、今日はここまでにするしかないんですね。わかりました。質問ありましたらどうぞ。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、はい。ST さんは、来週も参加しますか、ST さん。あ、はい、参加する予定です。あ、はい。登録、クラスの登録を忘れずに。あ、済んでおりました。あ、はい、わかりました。はい、じゃあ、今日はここまでにしますね。わかりました。はい、先生、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。いい夢を見てくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともどうぞよろしく。はい。失礼いたします。はい、失礼します。はい、失礼いたします。失礼。